全国清涼飲料連合会は、使用済みのペットボトルを再びペットボトルとしてリサイクルする割合を2030年までに50%に引き上げる目標を発表しました。国内のペットボトルのリサイクル率はおよそ85%ですが、多くは食品トレイなどにリサイクルされています。再びペットボトルにリサイクルすることで、新たな原料の使用を抑え、 温室効果ガスのの排出量の削減を目指しますペットボトルからペットボトルへのリサイクルはサントリーが来年中に50%以上を目指すなど各社で取り組みが進められています。